皆さん、こんにちは。最短合格への道、虎の巻活用法というタイトルで5分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当は、レック専任講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回はですね、こちら、どこでも卓剣士虎の巻というテキストの使い方ですね。こちらの方を5分ほどでお話をさせていただきたいと思います。まずですね、 こちら、テキスト、まあ、権利関係のところをちょっと例にとってですね、お話をさせていただきたいと思いますけれどもこのテキストどうやって使っていけばいいのかというところなんですけれどもまずきちんと見ていただきたいのはこちらテキストある方は2ページのところをご覧ください、まあ、ない方は画面の方を見ていただければ構いませんが 権利関係とはこんな科目ですよということで権利関係という科目の全体像これが書かれておりますでここの部分なんですけれどもまあこれ試験に出るか出ないかってったらまあ出ないんですよ、えー、試験に出るか出ないかって言ったら出ないんですけどもじゃ出ないからじゃあここ飛ばしましょうっていうふうにするとまあ結構危険といえば危険なんですはいどういうことかといいますとこれから始まる権利関係がどういう科目なのか っっってててていいいいいうううとところをちゃんんん意識ししなながら学習たただきでですすね、えー、権利関係どもか、はい、人と人との一般的な権利関係を規定する民法をはじめ、えー、建物や、えー、建物用地の、ねえー、貸主借り主これの権利関係を規定する借地借家法分譲マンションの区分所有者間の権利関係を規定する建物区分所有法不動産の権利を保全する不動産登記の手続きを定めた不動産登記法を総称して権利関係と言いますと。 で、じゃあその中で民法ってこういう性質ですよ。そして借地借家法ってこういう性質ですよ。というふうに載っております。例えば、この借地借家法なんですけれども、例えばですね、建物の賃貸借、建物所有目的の土地の賃貸借の場合、はい。えー、貸主、ね、借り主、これは対等ではないと。 まあ、やっぱり大家さんや地主さんの方が、まあ、やっぱり立場的にちょっと強くなってしまう場合があるんですよね。で、そうすると、やっぱり大家さんやね、地主さんの、まあね、ね、えー、発言力の方が強くなってしまって。まあ、対等な契約を結ぶのがちょっと難しいというふうになるので、じゃあ。あ ちょっとささんや、えー、自主さんやには、ねえー、ちょっと権利を制限していってちょっと厳しく制限するなりなんなりして規定をしていってでそして、えー、借りる人をちょっと守っていきましょうそうすると、ねえー、まあ、ね、お互いちゃんと、えーね、対等に契約結べるんじゃないんですかと、えー、いうようなものがまず着地借法の基本的な考え方なんです。 でその考え方を持って学習していくと例えばその借地借家法って基本的にそういうスタンスで成り立ってるものですから大家さんや地主さんに、まあ、有利なルールっていうものがあったらそれはやっぱりちょっとね、えー、制限加えておきたいし、えー、借りる人に有利なルールがあったらやっぱりそれはそのまま守っていきたいっていうふうな形になるんですね。 なので、まあ、もしこの着地着火法を勉強していてあれよく分かんないどっちだっけなっていうふうになってしまったらそれが 大家さんや地主さんに有利なルールだったらちょっとそれは疑った方がいいし借りてる人に有利なルールっていう風になったらあこれは多分、ねえー、保護して守っていくっていうそういうスタンスなんだなっていう風うに、まあ、認識持って学習していくと、まあ、忘れにくくなりますしまあ万が一試験会場であどっちだっけって度忘れした時も今の考え方っていうものが分かっていればその考え方に沿って問題を解いていくということもできるわけですよね。だからそそうういう意味でその 今学んでいいいるるものののがどううう性質を持っているのかっててかは非常に重要なんですで。その非常に重要なところが載ってるのが一番ここの最初のページになりますのでまあやっぱりそこをしっかりねえー、学習の初めに読んでいただきたいでそしてこちら3ページのところへ行くとじゃあ権利関係どうやって学んでいくんですかっていうその学び方の指針というものも書かれていますですのでこの最初のページって意外と大事だったりしますそういう意味でね。で え本編のところに入っていくとですね、こういう感じで、まあランク付けされております。絶対取らねばとか、取らねばとか、取らずともとかですね、まあ要するに A ランク、B ランク、C ランクって言ってるのと一緒ですけれども、えーまあ、やっぱり絶対取らねばとか、取らねばって書いてあるところは、やっぱりもうしっかり学習していただきたい。そこはもう、ね、出た時にはちゃんと点数取らなければいけない部分ですよっていうことになっていきますので、まあそういった重要度というものもこういうところで見ていくことができますし、 あとは例えば、 こういうい感じで重要ポイントとといいうものがまままっています、えー、ですのでここうういいいところをししっかり暗記しておけばいいんですよまあもちろん暗記はこういうところをやればいいって言ってもじゃあこの文章を読まずに暗記するかっていうのはそれはちょっとえ危険なのでやめていただきたいわけですけれどもしっかり読んでね、えー、あこういうことなんださっきも言った通り仕組みをちゃんと理解した上でえでしっかり覚えるものを覚えていくっていうところが大事になっていきますのでそういう感じでえこちらの「虎の巻」のテキスト是非ご利用いただきまして。 ね、えー、これで合格を勝ち取っていただければというふうに思います。それでは、えー、5分ほどの短い時間ではありましたけれども今回はこの辺にて終了したいと思います。最後まままでごご視聴いいたただきししてありがとうございました